可愛らしい柄が描かれたワンピースをまとい、手にはケーキを持つナナちゃん。昨日およそ5時間かけて行われたナナちゃんの着替えは、50歳の誕生日を祝うバースデーウィークが今日から始まるのに合わせて実施されました。ワンピースの柄は愛知県出身の日本画家小屋の雄貴さんがデザインしたもので、身丈が 3.1 メートル、裾幅は 2.8 メートルにもなるということです。半年以上かけて準備をしてきた今回の取り組みなので、やっとこの形として見えるようになって、ちょっとほっとしているっていう状態ですかね。ナナちゃんのこの姿は5月9日まで見ることができます。